リハルト・クレメンス・フォン・メッテル・ニヒ公爵。1863年、リハルト・クレメンス・フォン・メッテル・ニヒ・ビンネブルクは、オーストリアの貴族、外交官。オーストリア帝国最小の、クレメンス・ベンツェル・ロタール・フォン・メッテル・ニヒ公爵と、その2番目の妻のマリー・アントニア・フォン・ライカ、無断爵夫人の間の一人息子として生まれた。1856年、イボアネ・レオンティーネの娘であるパウリーネ・シャンドル。 白爵夫人と結婚し、間に三人の娘を設けた。妻との間に男子がなかったため、メッテルニヒビンネブルク公爵位は、イボテのパウルが受け継いだ。1855年より、パリのオーストリア公使館に、初期館として赴任し、1856年には、ザクセン王国駐在の全権委任公使となった。1861年にはオーストリア、 帝国貴貴族族院院の世襲貴族院議員となった。1859年から1870年にかけてはパリ駐在のオーストリア大使を務め皇帝ナポレオン三世の宮帝とパリ社交会で妻のパウリーネと共に重要な役割を果たした。1882年の第一回ウィーン国際美術展の開催にも尽力した。また引退後、父の回想録を発表している。 ありがとうございます。